イリス・ハオカンと申します。東京外語大で国際日本研究学部で映画の授業を担当しています。自分の研究のは40年代50年代までの日本映画です。学生たちにもいいありがたいです。外語大の学生留学生9名が映画にまつわる調布の市内各所を巡りました。おなじみの日活撮影所フォーリースタジオで効果音を体験。じゃあこれ流して聞いてみます。待ってます。撮影所内の第一衣装では時代劇の着付けを体験しました。私は中国から参りました。東京外国大学の中で総合学 の大学院生の1年生です。現場を拝見してとてもあの素晴らしいの仕事であるなと思うんですから、さすがに専門的の勉強をしてないともうあえて入れないっていうのは。大学生学部の2年生です。国際社会学部で南アジアの勉強をしています。犬神家の一族とかそういう横溝正史原作の日本映画が私すごく好きで、なんかすごいその調布の映画の歴史とかも説明していただいたり、実際スタジオを見させていただいて貴重な体験もできたと思います。